の親友って言ったらたけし君、井上君かな。どうして友達になったの？正反対の性格って？そうなんだ。どうもしないけど、親友って何なのかって考えてて。そうよね。アキちゃんはいい子だよね。してるよ。そうね。そのものよりその由来が問題かもしれないわね。既成概念にとらわれているな、つつむくん。美術品の鑑定は無心にならなければその価値を見誤るものよ。さっきも言ったように、まずこの絵の出所を調査すべきね。必ず何かあるはずよ。それはわからないわよ。だけどきっとモデルなり作者なりにこの世に対する怨念とか執念を抱かせる事件があったのよ。
ちょっと待ちなさいよ、たけし君。あんた何なの？女の子を捕まえてペッタン娘だなんて。なんてこと言うの？女が言われたら傷つく言葉は想像つくでしょうが。女の気持ちも考えずに自分勝手なこと言ってそれで済むと思ってんの？ちょっと鼓もうやめて。私気にしてないから。井上くんだって悪気があって言ったんじゃないし、だからやめて。神岡君の行動について私にいちいち説明する必要はないわ。神岡君の取材に口を出すつもりもないし。神岡君が私に説明する必要がないのと同じように、私が神岡君に説明する必要もないんじゃないかしら。説明する必要ないかもしれないけれど、円滑なコミュニケーションを取る努力をすることは必要じゃないの、麻生さん。コミュニケーション？聞きたくないことは聞きたくない、言いたくないことは言いたくない、それだけだわ。それって単なるわがままじゃないの？アキちゃんが謝ることはないでしょ。それに取材はまだ続くのよ。今から弱音を吐くなんてだらしないわよ。噂の元になった怪現象が目撃されたのは夜が多いじゃない。だったら
夜の学園も調査しなきゃ。進むくんって真面目なんだ。でも新聞の取材なんだから思い切ったことやる根性がなくちゃ。ちょっと鼓、それはまずいよ、やめようよ。それに何か出たらどうするのよ。望むところじゃない。何ビビってるの。乗りかかった船でしょ。それにさっき菅沼先生から聞いた侵入者というのも気にかかるし、ポーチ紛失事件についても何かつかめるかもしれないじゃない。犯罪を行おうっていうわけじゃなし、そんな大げさに考えなくても。見つかったらその時はその時よ。決まってるでしょ。この門を乗り越えるの。乗り越える？そんな私無理だよ、スカートだし。ノープロブレム、夜だから見えやしないって。進むくん、先に登って上で彼女をフォローして。私は下から押し上げるから。Thank you.